ウィリアム・ヘンリー・ポープはアメリカ合衆国の法律家、テキサス州の州議会上院議員。ポープはテキサス州におけるジムクロー法の起草や法案通過に大きな影響を与え、自らジムクロー上院議員と称した。ジョージア州ワシントンに生まれ、家族と共に1958年にテキサス州マーシャルに移住した。南北戦争の際には、 1864年に17歳で南軍に徴兵され、戦後はバージニア大学で法律を学んだ。1868年に放送資格を得て、1869年に初めて軍検察官となり、その後も落選と当選を繰り返した。1883年から1891年にかけてテキサス衆議会上院議員を務め、 その間に列車の客車における人種分離を定めた客車分離法などを起草した。その後はテキサスレンジャーの活動への資金の提供をめぐってテキサス州を代表して連邦会員との接衝にあたりワシントン DC に滞在したりカンザスシティサザン鉄道の前身であったカンザスシティピッツバーグンドガルフ鉄道の管財人としてボーモントに移り住んだりした。 その後も晩年に至るまで、しばしば判事に選出された。ありがとうございます。